セレーディエことセレソジェフォリー・ゴンサロアディエは、コートジボワール・アビジャン出身のサッカー選手。スイススーパーリーグ FC シオン所属。元コートジボワール代表。ポジションは MF。2001年、コートジボワールのクラブでキャリアをスタート。以後、チュニジア・アルジェリアのクラブを経験。2008年夏、スイススーパーリーグの FC シオンに移籍。4シーズンで115試合出場。 2009年と2011年にはスイスカップ優勝を経験した。2012年夏には FC バーゼルへ移籍。2012から13、2013から14のスイススーパーリーグを制覇。2015年2月2日、ドイツブンデスリーガの VFB シュトゥットガルトへ完全移籍した。2016年7月15日、FC バーゼルへ復帰することが発表された。 2013年にコートジボワール代表に選出され、2013年3月23日の W 杯予選のガンビア戦で代表デビュー。アフリカネーションズカップ2015では5試合に出場し、優勝に貢献した。2017年1月20日のアフリカネーションズカップ2017、コンゴ民主共和国戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。